皆さん、こんにちは。国民的アイドルグループ嵐のメンバー二宮和也さんが2023年10月24日にスマイルアップを退所し話題になりました。また新会社オフィスニノを立ち上げ、着々と新たなステージに踏み出しました。嵐の活動休止後も様々な展開を見せる二宮さんですが、2019年に一般女性と結婚したことを公表しました。さらに2021年には第1子が、2022年には第2子が誕生しています。そこで今回は二宮和也さんの結婚相手や馴れ初め、お子さんや現在の結婚生活について迫っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。気になる二宮和也さんの奥さんは元フリーアナウンサーの伊藤彩子さんです。プロフィールを見てみましょう。伊藤彩子さんは1980年12月23日生まれ、秋田県の出身です。身長162センチメートル、血液型は B 型です。山形大学教育学部を卒業後、2003年に秋田放送にアナウンサーとして入社しました。2007年9月に秋田放送を退社し、フリーアナウンサーとなり、セントフォースに移籍しています。2007年10月、NNN ニュースリアルタイムにキャスターとしてレギュラー出演していました。後継番組であるニュースエブリーにも引き続き出演していました。番組内では主に芸能情報を伝えるリアルエンタメのキャスターとして出演していました。2018年3月、メディアと関わる仕事から一旦離れたいと申し入れ、所属事務所との契約を解除しています。知的な秋田美人の伊藤彩子さん。年齢は二宮和也さんの3つ上となります。二宮和也さんと伊藤彩子さんは2008年の NNN ニュースリアルタイムで初共演しています。この日は24時間テレビでチャリティーパーソナリティを務める嵐が出演しました。その後、2012年、2014年にニュースエブリーで再共演します。24時間テレビやドラマなど、いずれも番宣で二宮さん単独で出演しています。そして二人が急接近したと言われているのが、2014年5月29日放送の VS 嵐です。伊藤彩子さんは、美人キャスターチームとして出演し、嵐と対決しました。放送では、伊藤彩子さんの特技に対して同ゲストのウーマンラッシュアワー、村上さんが毒舌いじりをすると、二宮和也さんが大爆笑しているシーンが見られます。また、二人の席が隣同士となり、楽しそうに笑い合う姿も見られています。この共演を境に連絡を取り合うようになったと言われています。2018年3月に伊藤彩子さんが事務所を退社し、約1年半後の2019年11月12日に二宮和也さんが結婚を発表しています。ちなみにこの時二宮和也さんのファンは伊藤彩子さんが退所した時点で結婚に感づいていたようです。芸能陰と陽、そしてお二人の交際期間ですが、おそらく5年と言われています。これについては伊藤彩子さんのブログで意味深な一言を残しています。この何らかの記念日アピールがおそらく二宮和也さんとの交際についてなのではないかと予想できます。このブログが投稿された日は2015年8月5日、つまり交際開始は2014年8月5日となり、5年の歳月を経て結婚発表に至ったということです。そしてこの伊藤彩子さんのブログですが、こちらに関してはファンの怒りを買うこともたびたびありました。その理由が匂わせです。この匂わせ、推しがいる方なら目の敵としている人も多いでしょう。伊藤彩子さんも度重なる匂わせで炎上することもしばしばでした。そしてこの匂わせが始まったのは2014年からと言われています。交際開始期間ともぴったり重なります。このブログにはジャニーズ事務所も目をつぶっておけず、なんと当時ニュース番組で共演していたニュースの小山慶一郎さん以外のジャニーズタレントとは共演 NG になってしまったそうです。ちなみにこのブログは現在閉鎖されています。ブログの匂わせでファンの方から怒りを買うことも多々あった伊藤彩子さん、二宮和也さんから結婚発表された時のネット上ではどのような声が上がっていたのでしょうか。結論から言うと、あまり祝福モードではなかったようです。さて2024年3月31日放送のフジテレビ
誰かと仲居で、2月から MC を務めていた二宮和也さんが卒業すると伝えられました。松本人志さんの休業を受け、中居正広さん一人 MC 会のゲストを経て、2月から中居正広さんの相棒 MC になります。中居正広さんは番組ラストで、松本休業でぶっ倒れそうな番組第1位でしたから感謝しかないですと二宮和也さんに頭を下げました。そのまま立ち上がって固い握手を交わすも、中居正広さんが手を掴んで離さず、二宮和也さんに掴みかかりました。二宮和也さんが良くないと抗議するも、中居正広さんは、お前その手を離そうと思ってたなと睨み、いつの間にか半沢直樹の BGM が流れる中、噂でちょこちょこ聞いてたけど、お前隣の劇場に行くらしいなと降板理由を暴露して笑わせました。絶対に貴様忘れはしないからなと見送っていました。7月期に裏番組の TBS 日曜劇場枠で二宮さん主演のドラマブラックペアンシーズン2が放送されます。芸能陰と陽。ところで二宮和也さんにはこんな噂話があります。以前嵐の二宮和也さんがカーセックスをして、しかもやり逃げしたとの噂があったのはご存知でしょうか。まさか二宮和也さんがそんなことするなんてと信じていなかったのですが、再び騒がれていたということで話題になっているようです。ある動画サイトで何気なくカーセックスで調べていたら、この時の動画にかなり酷似な動画が出回っていたのだそうです。あるところで、僕だけの判断だとわからないので皆さんにも確認してほしいですと質問があっていたそうです。状況としては、女性がかなりテンション高いのと、声が二宮和也さんに似ているとのことでした。あまり男性の顔が映りませんが、声の質が二宮和也さんに似ているのは動画を見た人からすれば確かなようです。そして女性の異常なテンションは、芸能人とやれるとは思っていなかったからではないかと考察されていました。このように二宮和也さんでさえもゴシップの記事があります。真偽は不明です。さて、二宮和也さんはこれまで多くのドラマや映画に出演しており、俳優として数々の賞を受賞しています。そんな二宮和也さんは腰痛のために杖を使っているという噂があります。その真相を調べてみました。二宮和也さんは10代の頃にバク転をやりすぎて座骨神経痛になってしまい、ずっと腰痛に悩まされているようです。2014年4月に放送された嵐に仕上がれの番組内で、二宮和也さんの腰痛対応ではないかと思われる場面がありました。一つは、二宮和也さんの靴を大野聡さんに履かせていた場面がありました。ネタなのか腰痛だからかどちらか分かりません。次の場面では、二宮和也さんの椅子にだけクッションが敷いてあります。また2009年の FAS 歌謡祭の時には、二宮和也さんらしき人が杖を持っているように見えます。噂されているように腰痛がひどいようだと、ライブなどダンスの時はかなり辛いのではないでしょうか。痛み止めなど大量に打っているのかもしれません。良い治療を受けて早く改善することを願うばかりです。嵐の二宮和也さん、カトゥーンの中丸雄一さん、平成ジャンプの山田涼介さん、タイムレスの菊池風磨さんによる YouTube チャンネル「ヨニのチャンネル」が13日までに更新され、二宮和也さんの髪の毛が傷んでいることが明かされました。この日、二宮和也さんは金髪にした髪の毛を菊池さんらに披露しました。菊池さんが「触っていいっすか?」と二宮和也さんの頭に手を伸ばすと「と動転。二宮さんの前頭部は髪が短くちぎれてバサバサになっていたそうです。菊池さんは思わず「かわいそう」と一言。それを目にした山田さんも「やばい」と絶句していました。ドラマの撮影でそのようないでたちとなったようです。いかがだったでしょうか。今回は二宮和也さんの結婚生活を中心に見てきました。二宮和也さんの結婚を受け止めきれないファンは、一見するとアイドルの結婚を祝福できないファンに見えるかもしれません。しかし、結婚を拒絶しているのではなく、納得できる形での発表を望んでいたようです。世間の声を聞くと、二宮和也さんが結婚したことに対する怒りではなく、やはり伊藤彩子さんが匂わせをし、
そんな匂わせをするような女性を二宮和也さんが選んだことに対する怒りや失望の声が大きいようです。ただ他者がどう言おうと結婚生活は順調のようですので見守るより他ありません。少しずつ嵐としても活動の兆しが見えてきました。今後の二宮和也さんの動向を注目していきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。